姿を偽る害悪とどうやって戦う。父親兄弟聖なる炎は悪を暴く。聖なる炎よ、導き、燃やし、浄化せよ。聖なる炎よ、導き、燃やし、浄化せよ。見よ、これは慈愛と救いの炎だ。ゆっくりと燃える特製の薪を用意してやったぞ。貴様は同類と同じように素敵な声で慈悲を請うことになる。助けてくれ。頼む。おい、今トップラーだ。失せろ。先に来たのは俺たちだ。三つ数えるうちに消えろ。一つ聞いたか。二つ。おいおい、脅して追い払うつもりらしいぞ。三つ死ね、マヌケ。お前の際じゃねえぞ。やめろ。もう頼む。ここに住んでいた女魔術師はどこだ。多分他の連中と一緒に隠れ家にいる。何から隠れているんだ。聖堂衛兵団が全ての魔術師を借り出してる。ネズミみたいに一網打尽だ。もっとよく知っている者はいるか。俺なら腐った果樹園を当たってみるね。腐った果樹園か。面白い名だ。言うなればクズと変人どもの巣だ。まともな人間ならあそこへは行かない。俺の同類を探すならそこだと。悪気はないんだ。腐った果樹園とはどこだ。知らないな。噂じゃ鬼人変人が集まる場所らしいが。お前にぴったりだ。かもな。とにかくそこへ行く方法を知りたい。下水道から行けるらしいが、下水の入り口は町の外だ。正確な場所を知ってる奴もほとんどいない。物乞いに聞くか。泥棒を尾行するんだな。奴らは物乞いの王への貢ぎ物が義務。腐った果樹園で渡すらしい。この辺の物乞いには王がいるのか。王冠をかぶって尺でも持っているのか。バカにしない方がいいぞ。物乞いの王と呼ばれてはいるが、実際はノビグラドの誰もが深く尊敬する人物だ。だが用心しろ。メンジですらあそこには足を運ばない。誰か私の名を呼んだか。メンジだ。聖堂衛兵団だ。盗みを働いたクズを懺悔しつつ。ですがこれが罪に。ここは女魔術師の店ですよ。だから彼女の所有物を盗む権利があると。でも魔術師や魔法使いは無法者だ。だが法によればその持ち物の所有権は聖堂衛兵団にある。そしてノビグラドは今でも法が支配している。コウモリはハンリ先の蛾を嗅ぎつけるそうだな。何が言いたい。質問するのは私だ、ウィッチャー。コウモリがガに気づくように私は異分子に気づき警告する。
ここはお前のような者の場所ではない。ノビグラドでは魔術師を弾圧していると聞いた。今度はウィッチャーが。この町は誰のための町なんだ？永遠の炎を信仰する高潔な民衆の町だ。今すぐには手を出せないが、お前がこの町にいることは分かっている。そしてお前は必ず尻尾を見せる。そうすればすぐに私の耳に入る。その時には然るべき対処をする。この町の空気を汚染する薄汚い魔術師どもと同様にな。また会おう。魔除けから魔力がトリスのだな。彼女は霊薬が嫌いだった。申し訳ございません。薄汚い貧乏人め。盗まれた泥棒だ。どうか施しよう。歩けないのか。まさか。両足とも完璧だ。腕もな。見ろよ、風車の羽みたいだ。ほら、振ってるのが見えるか。こっちを見ろ、ほら。だが頭の方はちとネジが足らなくてね。腐った果樹園と呼ばれる場所を見つけたい。知ってるが言わない。知ってるが言わない。どうして。言うことは禁じられてる。でも教える。無理強いしなければ。また来い、その時に言えるかも。本当にネジが足らないようだな。そう言っただろ。ああ、またおしゃべりするか。頭はちいと混乱しとるが、体はピンピンしとるぞ。さっきも言ったが、腐った果樹園を探してる。2回目だな。教えてやろう。それはあっちだ。あっち。あっちとはどっちだ。女郎屋街だ。門を過ぎると路地がある。腐ってもいないし、果樹園でもない。そう呼ぶのはバカだ。誰でも行けるのか。もちろん。ただし合言葉を忘れるな。年寄り豚が子豚を産んだ。これが言えなきゃ入れない。でも簡単だろ。いいか、年寄り豚が子豚を産んだ。だぞ。助かったよ。永遠の炎が守ってくれるし、怪物もやっつけてくれる。
開けろ。誰だ、何の用だ。観光の途中だ。この門の奥に何があるか少し気になるんだ。義理の兄弟も気にしてた。そいつは5年の間虫に食われ続けてるよ。見てみろ、何が見える。黄色い瞳、2本の剣、変異体の殺し屋じゃないかな。ここは異常なものが集まる場所だと聞いた。ああ、合言葉を知っていれば入れ、知らなければ果樹園の維持費に貢献してもらう。年寄り豚が子豚を産んだ。ああ、果樹園へようこそ。どうしよう。そろそろはっきりさせる時だな。ええ、潮時ね。私も部下も魔術師どもの助けなしで生きていける。だがお前は我々が助けなければ青銅衛兵団の格好の獲物だ。何者だ、ゲラルト。いや、トリス、知り合いのようだな。ずいぶん仲がいいようだ。無事に私を見つけ出せてよかったな、ウィッチャー。俺に関心を持っているようだが、勘違いか。さあな、二本の剣を使いこなす男は昨今では稀有な存在だろ。下っ端を使えば捕らえられたはずだ。そうだな、率直に言おう。お前を試したのだ。体力だけでなく頭の回転も速いことをな。いいか、ウィッチャー、私には計画がある。この町を徹底的に作り直す大規模な計画だ。市議会選への出馬を考えたことは。この町の市議会は教団上層部の操り人形だ。もっとも最近はラドビッドと手下のウィッチハンターたちが実権を握り出した。上辺だけの権力には興味がない。理想高き男か。自由都市ノビグラドはいずれ真に自由となる。だがそのためには愚かな迷信を排除せねばならない。永遠の炎などという宗教を支持して無駄に過ごす子供騙しだ。それは違うな。処刑に喝采を送る群衆はほとんど大人だった。どんな群衆でも肉の焼ける匂いには喝采を送る。だがいつか永遠の炎が自らを縛る鎖でしかないと気づく。彼らはここを腐った果樹園と呼ぶ。だが腐敗しているのはここ以外の全てだ。ここがこの町の正気と理性の最後の砦だ。お前のような者がこの町に来てくれて光栄だ。我々のものになる町だからな。この言葉を覚えておけ。我々だと。なあ、私と仲間たちだ。だがそれは別の時に話そう。今はお前たち二人には手を出さん。なぜなら必要としてるからな。ゲラルト、町でやることがたくさんあるの。喜んでついていくさ。どういう取り決めだ。利用されてるのか。むしろ生かしてくれてるのよ。半年前トリスメリゴールドがノビグラドの犯罪に協力してると聞いたら信じなかったな。半年前トリスメ女魔術師さん、今日もお美しいな。もうお別れとは寂しいよ。大丈夫、またすぐ来るから。ノビグラドに来た理由は重要な案件？とても重要な案件だ。人を探してる。もっと正確には。
俺にとって娘のような若い女性だ。彼女がここに？ありえない。目撃者がいて証拠もある。君なら何か知ってると思ったんだが、君はここに来て長い。何でもいい、痕跡を見つけるのを手伝ってほしい。手を尽くすわ。もちろん。誰ならもっと詳しいかしら。こんにちは、クルーグ。頼んでいた魔法の子は？ああ、まあ、大変だったんだ。あんた用の品物でいっぱいの袋を持って運河沿いを歩いていた。顔を上げると向こうを歩く聖堂衛兵団の3人が目に入った。要点を言ってくるぐ。今日は長話に付き合えないの。待ってくれ。魔法の材料が詰まった袋があるのに奴らをまっすぐ向かってきた。度胸はある方だが尻に冷や汗をかいたよ。他に方法はなかった。袋を水に落として理由を聞かれた時、死んだ猫を入れた袋だと言い張った。驚くことに奴らは信じやがった。その袋がいるの？契約があるのよ。運河の底にあるはずだ。幸運にも沈むだけの重さがあった。探せば必ず見つかる。代金を払った挙句、氷みたいに冷たいドブに飛び込めって？それは引き受ける。袋を投げたのはどこだ？クレーンの近くだ。港から2番目の橋だ。そこまでしてくれるなんて。どの道さっぱりしたかった。行こう。待て、聞こえるか？奴らが来た。あのバカはかかとを刺すまで粘ったぞ。誰にでも敏感な部分はある。以前魔術師を尋問したが痛みは感じてなかった。指の爪を剥ぎ睾丸を潰しても全然だ。結局猛烈なくすぐったがりだった。腹の上にカブトムシを乗せ上からコップをかぶせた。おかしくなる寸前だったよ。今回は運が良かったが、下水道から帰った方がいい。床に隠し扉がある。気をつけてね、クルーグ。ここに出口があるはず。クルーグが出口もないところへ行かせるわけない。どこかにレバーがあって秘密の通路を開けるはずよ。自由都市ノビグラド、名は体を表すということか。ロックムインでの虐殺後に多くの魔術師がここに来た理由に、ラドビットの魔の手から逃れようとしてフライパンから火の中に飛び込んだわけ。でもノビグラド、クルーグの話では袋はこの辺りのはず。あの哀れな男の勘違いでなければね。彼はメンジに尋問されてから忘れっぽくなったの。被害妄想にも悩まされているみたい。袋は海の方へ流されたんだろう。港に向かって泳いでみる。一緒にどうだ？また別の機会に。いい機会を逃してるぞ。水は刺激性の油がたっぷりだ。きっと肌にすごい効果があるぞ。
袋はあった？それともただ濡れただけ？汚い運河で水泳を楽しむのは最高だ。あったのは魚と錆びた怒りとボートの残骸と、ああこれもだ。あったのね。中身が水浸しでないといいけど。親切ね。俺をおだてるのは君の得意分野だな。まだ私の得意分野を覚えてるの？よせよ、6ヶ月はそれほど長くない。忘れっぽくもない。ようこそ女魔術師よ。こんにちは、ブランドン。連れがいるとは思わなかった。それが問題か？教団に誓って違う。驚いただけだ。二人でなら倍の速さで解決してくれるだろう。本物の専門家とお見受けした。とにかくできればすぐに始めてほしい。トリス、君とブランドンだが報酬には合意したのか？袋いっぱいのクラウンで手を打ったわ。ブランドン商会は真っ当な組織だ。全ノビグラドで最大の穀物庫がある。仕事が済む前に安っぽいお世辞を言う商人はあまり好きじゃない。安いお世辞ではない。事実を述べたまでだ。こちらもな。全額を前金で払ってもらおう。残念だが不可能だ。では自分で捕まえるんだな。ああ、トリスがお前を連れてきた理由はこれか。いいだろ、袋いっぱいのノビグラドクラウン、善意の証明だ。穀物庫の周りにこの器具を置くの。ネズミに関連しそうなもの全部の近くに。こっちが半分やるから残りをお願い。ネズミの痕跡を探して。実はマンティコアが好んで住む場所はわかるが、ネズミはどう思う？こんな場所にいたくないのはお互い様よ。枢密院の会議に出る方がマシ。でも陛下は亡くなった。裂け目を探して。それと糞も。こう準備したらどうするんだ？呪文を唱えてる。穴は全部塞いだようだ。いいわ。じゃあこれから魔術で火をつけるわよ。こう焚いたら話しましょう。何？あとはあいつらが逃げるのを待つだけ。面白い手法だ。ネズミにはいい思い出がない。昔真っ暗闇の中でネズミにフォークを当てたことがある。ウィッチャーの力を見せようとしてな。我ながら見事だったよ。でも誰も見てなかったんだ。真っ暗だから当たり前さ。ところでネズミ捕りなんてやってる私どう思う？かつてはテメリア王の相談役だったのに。無事で元気なのを見れて嬉しいよ。それに許す気になれた。昔ある男がいた。たとえ災難でもあらゆることを笑い飛ばしてた。賢い生き方ね。長生きした？ある日男は戦争で両足を失った。男はそれでよかったと言った。痛みを感じなくて済むからと。なるほど、理解できるわ。ああ、だが実際は男は自分を欺いてたんだ。それ以外に選択肢がなかったのよ。その通りかもな。だが真実は彼しか知らない。自分の真実を知っているのは自分だけね。それを大切な者たちと共有する時もある。受け入れるのが困難でも。それでもだ。そういう日が来るのかしらね。それでユネファーはどうしてる？なぜ見つけたとわかる？質問に答えてない。元気なの？まあまあだ。具体的に聞きたいのか？いいの、もう分かったから。おやおや、お二人さん、働く代わりにおしゃべりに夢中かね？仕事は済んだわ。
ゲラルト、あの人たちは。言われなくても分かってる。魔術師や魔女を見かけたら知らせてくれって頼まれてる。友人の頼みを断るのは苦しくてね。悪いわ、ゲラルト。最初から臭かった。ネズミ捕りの手伝いならもういらん。もらった前金分は働いた。ネズミは一匹もいなくなった。前金で払ったのは後から取り返すつもりだったからだ。これがノビグラドでの女魔術師の生活よ。気に食わん。そうだ、どこからか現れたハンターにはどこかへ消えてもらおうか。残念だがそうはいかん。さて話は終わりだ。好きにしろ。ただし黙って見過ごしはせんぞ。もうおしゃべりは十分だ。そうだな、どちらも生きては返さない。私に報酬を払うつもりなんてなかったんだわ。騙されるところだったわ。あなたがいなかったら。ブランドを探さなくちゃ。殺さないでくれ。違うんだ、あれは無理やり自宅と倉庫に火をつけると言われて。ウィッチハンターは血も涙もない奴らだ。許してくれ。好きで人殺しになったわけじゃない。今すぐ殺してやりたいが、死体になれば喜ぶのはカモメぐらいだ。生きたきゃ倍の額を支払え。わかった、払うよ。もう行け。ありがとうゲラルト。いいんだ、手を貸せてよかった。ねえ、考えてたんだけど、シリについて知ってる人ひらめいたの。町に夢美術師がいる。コリン・ヌ・ティリーよ。有能らしいわ。夢美術師の能力を信頼したことはない。コリンヌには実績があるの。試す価値はあるわ。魚市場とは反対方向、運河沿いを進んで最初の橋の近く。家の持ち主デヨンキアは裕福な銀行家よ。一緒に来ないのか。ちょっと用事があるの。またネズミ退治か。同じぐらい気が進まない仕事。こんな時だから仕方ないけど。久々に会えてよかった。私もよ、ゲラルト。もう行った方がいいわ。コリンヌがどこかに隠れる前に。君に会いたい時は。魚市場の近く、ビッツに住んでるわ。近くまで来たら寄ってよね。わかった、またな。